ごめんなさい、お役に立てなくて。アキちゃんが謝ることはないでしょ。それに取材はまだ続くのよ。今から弱音を吐くなんてだらしないわよ。噂の元になった怪現象が目撃されたのは夜が多いじゃない。だったら夜の学園も調査しなきゃ。進くんって真面目なんだ。でも新聞の取材なんだから思い切ったことやる根性がなくちゃ。ちょっとつづみ、それはまずいよ、やめようよ。それに何か出たらどうするのよ。謎も宝じゃない。何ビビってるの、乗りかかった船でしょ。それにさっき菅沼先生から聞いた侵入者というのも気にかかるし、トーチ紛失事件についても何かつかめるかもしれないじゃない。行おうっていうわけじゃなし、そんな大げさに考えなくても、見つかったらその時はその時よ。決まってるでしょ、この門を乗り越えるの。え、乗り越える、そんな私無理だよ、スカートだし。ノープロブレム、夜だから見えやしないって。進むくん、先に登って上で彼女をフォローして、私は下から押し上げるから。
見失ったわ。一体何だったんだろう、あれ。小心者ね、結構。大体あのミイラ男、チャチっていうか、誰かが紛争したってのが見え見えだったじゃない。そんなことわからないわよ。ただまともな人間じゃないことは確かね。が読めてきたわね。さっきのミイラ男、この映写機で壁に映していたみたいね。ほら、さっきも言ったでしょ。なんでも私に聞かないでよ。少しは自分でも推理してみなさいよ。頼りない新聞記者ね。でもこれで中庭に現れた怪物の噂は、不思議でも何でもないことが分かったわけね。残念だけど。夜中に学園内をうろついて何かやっている人間がいるようね。ということは人魚像についても関係しているかも。連れて行ってあげてよ。私はもう少しここら辺を調べて後から行くから。ペンダント壊れてた。どうしよう。昼間ここにアキちゃんがペンを落としたでしょ。それでなんとなく池の中を覗いていたらポーチが沈んでいたの。そう、変だなって思って引き上げて開けてみたらペンダントが入っていたの。そして指輪も。みたいね。犯人が盗んだ後池に沈めて隠したんでしょうね。朝登校した時にブラブラしてたら見つけたとかなんとか言えばいいじゃない。とにかく明日、林道先生に返すわ。
じゃあどうすんのよ。私には後ろめたいことは何もないんだから、こそこそするのは嫌よ。ミイラ男や人魚の話だけならまだしも、実際の盗難事件に関わっていることだ。笑って済まされることじゃないな。そいつは買いかぶりってもんだ。だいたい私がその手の根回しとか人間関係の調整とかが得意なタイプに見えるか。くらいはないだろう。しかしまあ、白羽の矢が立ったんだ。一肌脱ぐしかないか。安心するのは早いだろう。問題はこれからだ。いずれにせよ、学園当局に報告して、コーチは届け出なきゃならんが。あの先生、日曜日の夜、校内に忍び込んで見つけた。報告すべきなんでしょうか。そこがネックだな。チタン合金並みに頭の固いお偉いさんもいるし、東百合君の立場が悪くなる場合も考えられる。それに学内新聞の取材が絡んでいることが知れれば、
新聞部にも迷惑がかかるんじゃないかしら。部員個人の行動であっても部長や顧問の先生には最終的な監督責任があるからね。問題がこじれると厄介だな。私決めた。進むくん、あきちゃん、日曜日の夜は私一人だったってことにして。いいの。日曜日の調査を言い出したのもポーチを見つけたのも私なんだから、ケリをつけるのは私の責任よ。いいね、女は度胸だ。わかった、そうと決まったら早い方がいい。私が付き添うから、これから職員室に行こう。気楽に女は度胸だなんて言ったが、やはり馬鹿正直に日曜の夜校内に忍び込んだことを言ったのはまずかったな。まあね、教頭や学年主任だけだったら軽いお説教で済みそうだったんだが、そこに当の林道先生が絡んで話がこじれた。校則違反にはそれなりの処分をする必要があると主張してな。それにポーチを盗んだ犯人は東百合君じゃないかと匂わすんだ。そんなひどい。鼓は正直に申し出ただけなのに。私林道先生に会ってきます。それはやめた方がいいな。話をますますこじらせるだけだ。それに東百合君が犯人と決めつけられたわけじゃない。今日警察に学園として正式に事件のことを届けたらしいから、あっさり解決するかもしれない。ただ